So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every. どうも、ケイスケです。ついに、多分今年最後の動画かな。と思います。違うかな？今年最後の動画だと思うんですけども、出せたらね。はい、出せたらなんですけども、今年最後の動画となりました。本当にね、皆さん、今年も1年間見てくれてありがとうございます。まあ僕といえば、ね、ガジェットとかカメラとか、そういうのも旅とかいっぱいあると思うんですけども、やっぱカメラね、カメラ関連のことを気になって、見てくださってる方も多いと思いますので、最後の動画としては、今年、カメラ関連のアイテムで、あ、これ買ってよかったなというアイテムまとめましたので、いくつだろう、どこじゃん、あった、7つですね。はい、7つぐらいあって、本当ね、そういうアイテムを駆使して今年いろんな動画写真撮ってきました。それをね、支えてくれてるアイテムを今回ご紹介していきますので、もし気になるものがあればぜひね、みんなも導入してみてほしいなと思います。ということで、今年最後の動画いってみましょう。見るとね、レンズとカメラが多いな。レンズとカメラが多いんですけども、まず小物からちょっと紹介させてください。ほい、もうなんなら毎年買ってるものなんですけども、今年も買ってよかったもの、まず一つは SSD ですね。はい、今ね、まだね、このね、封をそのままにしてあるんですけども、サンディスクの SSD、エクストリームポータブル SSD かを購入しました。今年もね、2テラのを購入してます。もう見て、ほら、あんた何個持ってんのよっていうぐらい持ってます。まあ SSD ってちょっとね、お値段はするんですけども、やっぱコンパクト、このサイズで2テラあるんですよ。なんで、本当にいろんなデータを持ち運ぶことができます。僕の場合は結構カフェとかで作業することも多いので、外でね、撮ったデータ、例えば旅行1回行くと大体500ギガぐらいね、撮影するんですけども、その500ギガのデータをここに入れて、で、普段の YouTube でも作例とかで使うので、こういうところに入れてすぐ取り出せるようにしています。まあ本当にシンプルにこれだけなんですけども、もちろん保存するとき、いらないデータを保存するのは HDD、ハードディスクの方がいいんですけども、すぐ取り出せるよっていうデータだったりとか、あとは、企業さんとの仕事をした時のバックアップとかね、そういうものは SSD に入れるのをお勧めしています。まあもっとね、企業さんとのバックアップの時は、でかい SSD みたいなね、ロックがかかるやつ使ったりもするんですけども、まあ僕はね、普段はこれを使っているので、一個お勧めとして紹介させてください。ということで、もうサクッとなんですけども、一つ目はもう言わずもがなの SSD、サンディスクのエクストリームポータブル SSD でした。あ、ついでに SD カードを紹介すると、やっぱり SD カード使ったのはこれが多かったですね。こちらのプログレードの SD カードです。これもね、今年1枚追加購入しました。これもね、入れてもよかったな。今回僕の想定では入ってなかったんですけども、おすすめなので SD カードを買ってみてください。はい、続いて今使っちゃってるんですけども、ND フィルターです。ND フィルター。僕今使ってるのが、ニシの、バリアブル ND フィルター、ですね、トゥルーカラーバリューか、っていうのを使ってるんですけども、こうやって明るさを変えられるものですね。はい。全面を回転することによって変えられる ND フィルターで、これのですね、これ、スイフトっていうのがあるんですよ。要は上にカパッと被せる ND みたいなのができまして、これがね、めちゃくちゃ使って良かったです。こうやってね、まあ、さらに一段暗くなるみたいな感じなんですけども、これつけた上で回すこともできるんで、はい、こうやって明るさを変えれます。よいしょ。で、このね、トゥルーカラーバリオプラススイフト ND のいいところとしては、僕普段ね、ログ撮影っていうのを使います。で、ログ撮影の時は ISO が上がっちゃうんですよね。なんで、例えば、今のソニーの FX3 とかだと、ISO800 が一番ね、綺麗に撮影ができるんですけども、やっぱ一番ベストな状態で撮影したいというふうになると、日中外で撮影するとなると、もうこの ND ないとダメなんですよね。で、かつ、ND もこのね、1枚だけじゃやっぱ暗くなりすぎないので、こっちのスイフトっていうのを被せて、さらに暗くするという使い方でやっています。これが ND またね、取り替えてとかになるとめちゃめちゃめんどくさいんですよ。これだったら被せるだけでいけるんだから。ね、めちゃくちゃ便利でしょ？なんで、もうこれはね、本当に使ってよかったなと思っています。ちょいちょいね、家に忘れるのが難点なんですけども、忘れなければめちゃめちゃベストなアイテムだと思いますので、ぜひ買ってみてください。ちなみにやっぱり西のね、ND フィルターは、他のに比べるとかなりですね、トゥルーな色というか、そのままの色で出てくれるなっていうのも特徴的だと思いますので、僕はかなりこの ND フィルターは推してます。
ということで買ってよかったものの2つ目がこちらの、西野トゥルーカラーバリオプラススイフトの ND でした。続いて3つ目、ケイスケの動画、はい、続いてはレンズなんですけども、こちらですね、タムロンの 20mm40mmF2.8 のレンズ。これはね、今年かなり買ってよかった便利レンズの一つです。まあなんて言っても見てめちゃコンパクトじゃない。これでソニーフルサイズ用のレンズで 40mm から 20mm40mm20mm40mm という感じで、このぐらいしか筒伸びないのに広角 20mm40mm いろいろ撮影ができますという感じ。かつ F2.8 透視だからもうめちゃめちゃ明るくボケ感もあって撮影ができるというような形のレンズになっています。本当にあの最近は Vlog に使っていて自撮りも使うし、自撮りしてる時にギュッと寄るってこともできるんで、その辺もすごく便利だなと思っています。まあどうしてもね、純正レンズじゃないんでちょっと手ブレ補正がね甘いっていうのは一個あるんですけども、まあそれ以外に関しては本当にデメリットがないレンズだと思うし、まあ強いて言うなら 50mm とかまで、ね、行ってほしかったっていうのはあるんですけども、まあでも 20mm40mm 今はねこれが一番便利 Vlog レンズだと思いますので、ぜひですね気になる方は買ってみてください。ということで買ってよかったものを3つ目がこちらのレンズ、タムロンの 20mm40mmF2.8 のレンズでした。続いてカメラなんですけども、はい、こちらカメラは買ってよかったのが富士フイルム XH2S です。これはね良かったよ。やっぱね、あのこれはレビューもしたんですけども、フィーリングがすごく良くて、まあ、気軽にいろんな写真が撮れると。で、まあ、動画向けって言われたりするんですけども、やっぱ写真が僕はねすごいこのカメラは好きでした。2600万画素で画素数も十分あるし、かつローがね、ロー現像がすごく色綺麗に出るんですよね。まあ、動画でも話した通り、僕はねフィルムシミュレーションはそんなハマってはないんですけども、ただローとか動画だと F ログっていうのがあるんですけども、 F ログとかも含めていじりやすいなということでかなり重宝しています。まあ、細かく見ると甘い部分は結構あるんですけども、やっぱこのデザインといい、シャッターフィーリングといい、軽さといい、持ち運びたくなるっていうのがめちゃくちゃいいなと思っておりますので、まあぜひ機会があったら富士フイルムのカメラ使ってほしいなと思います。今一番推しはこれかな。まあ買うなら XS10 かこれかっていう感じだと僕は思うので、フラッグシップで27-28万くらいっていうのも安いと思いますので、安いっていう値段ではないかもしれないんですけども、でも機会があれば本当に買ってみてほしいカメラだなと思います。まあ、4K スローも撮影できるんで、これでねいろんな作品また撮っていきたいと思いますので、来年楽しみにしていてください。ということで買ってよかったものを、4つ目5つ目も分からなくなっちゃった、が、こちらの富士フイルムの XH2S でした。あと3つなんですけども、3つのうち1つ目がレンズ、今使っているレンズですね、ソニー 24-70mmF2.8GM2 のレンズです。いや、このレンズめちゃくちゃやっぱ便利なんですよ。手ブレ補正めちゃめちゃ効く。もう今ね ここまで撮ってきたの全部それなんで、もう見てくだされば分かるんですけども、まあ、めちゃめちゃ描写が良くて、オートフォーカスめちゃ早い、かつブリージング出ないですよ。ほら見て、ほら全然こうブリージングっていうのも出ないんで、撮影してても酔わない。ブリージングっていうのはなんかグワッとね、ピント位置変えるとこう画角が変わっちゃう現象のことを言うんですけども、そういうのも全然ないので、まあ撮影しても酔わないというところだったりとか、本当ね、あの死角がないレンズだなと思います。難点は値段ね、値段が30万円近くしちゃうかもなっていうのはもちろん難点ではあるんですけども、それを差し引いても、それ1点差し引いたとしても、もうあまりあるパワーというか、画質めちゃいい、オートフォーカス早い、ブリージングない、動画は手ブレ補正めっちゃ効くと。で、24mm ね。24mm 一番広角から、ぐっと 70mm までいけるというの。っていうのも便利すぎて、僕はこのレンズ手放せないです。まあ、重さはギリギリ耐えられるぐらい、695であってるくらいの、感じだと思うんで、ちょっとまあ、思い出はあるんですけども、それ差し引いても僕はね、やっぱね、これは一個便利レンズとして持っていきたいなと思っております。まあ、ソニーでもう1本持っとけってなったら、もう本当に何でもいいから動画も写真もやりたくて、1本高くてもいいんならっていう風になるんだったら、もう確実にこれ、絶対これです。はい、超おすすめなので、ぜひね、気になる方、高いけどね、値段は高いけど買ってみてください。ということで、ラスト3つのうち1つはこちらのソニー 24-70mmF2.8GM2 でした。あと2つ。ケイスケの動画。はい、ラスト2つのうち1つはこちらですね。ドンとライカ R レンズ、ライカ R50mmF2 というレンズです。
これは僕今年にね、半ばぐらいに買ったと思うんですけども、まあオールドレンズのジャンルですね、値段としては5万近くかな、5万前後、5、6、7万ぐらいだと思うんですけども、このレンズがなんで良かったかっていう話をすると、僕このレンズを買ってから本当に自分の作品のスタイルがガラッと変わった気がするんですよね。なんかすごいオールドの質感楽しくて、今までオールドレンズで動画を撮るってことはあんまりしてこなかったんですけども、やっぱこのピント位置も含めて表現の一つだなと思い始めて、でそれでもう写真も動画も結構これで撮ることが多いです。これはね、別の動画でもいっぱい紹介してるんですけども、ライカの R レンズめちゃくちゃ描写はいいのにピント部微妙ににじむんですよ。本当にちょびっとだけにじむのが僕は大好きで、それがすごい湿度みたいなのをね、表してる気がして、僕はその辺も含めて表現力が大好きです。で、あとはコンパクトだしね、このぐらいのサイズ感で使えて、で 50mmF2 というところ、まあ僕ね、50mm を本当に詳しく使ったの久々というか、今年 50mm のね熱が再燃してるんですけども、このレンズのおかげで完全に 50mm の熱が再燃していて、で本当いろんな動画写真どっちを撮るのにもこのレンズがね、すごい僕にとってはフィットしていたと思いますので、まあ、来年からもこのレンズ使ってね、いろんな作例撮っていきたいなと思っています。まあ、本当に現代のレンズいろんなレンズあるんですけども、新しいレンズって本当ね、もうどれも描写がいいから面白くなくなってきていて、その面白さ、絵の一枚一枚の絵のこだわりっていうのを極めた時にこういうねオールドレンズとかやっぱ行くんだなと思っちゃいました。まあ僕なんでまだ全然甘いかもしれないんですけども、それでも新しいね楽しみ方っていうのがなんか僕は分かってきた気がして、まあ本当にこのレンズに教えてもらったっていう感じなので、マジでこのレンズに感謝しています。はい、なのでぜひですね、まあライカの R レンズ弾は少ないんですけども、気になる方は買ってみてください。ということで買ってよかったものベスト2はこちらのライカ R レンズでした。はい、ラスト1つは今撮影に使っているカメラなんですけども、ソニー FX3 というカメラです。最近 YouTube ではずっとこれを使っています。もうだんだんね、これ今日動画2本目なんでめちゃくちゃ疲れてきたんですけども、はい、FX3 というカメラ、ソニーの中ではシネマカメラのジャンルなんですけども、このカメラ何が良かったかというと、ファインダーがないのでちっちゃいジンバルにも乗っかるよっていうのが一つと、あとは中でね、ライブラットっていうのが当てられるんですね。なんでプレビューカメラのね、ここの画面で見てるとめちゃくちゃいい色で映ってるんですよ。自分のラットっていうのをこの中に入れてるんですけども、やっぱこれを一回体験しちゃうと、他の例えば α7S3 とか α1 とかそういうの動画撮ってもちょっといまいちやっぱ気持ちよくないなってなっちゃうんですよね。こっちの方がすごい撮ってるテンションが上がるんで、やっぱねどうしても動画はこっちで撮りたくなります。逆に言うとこの FX3 使ってると写真はね撮りづらくなっちゃうというか、モードね変更が結構面倒なので、写真がちょっと撮りづらくなるっていうのはデメリットの一つかもしれないんですけども、それを差し引いてもやっぱねこのね色味っていうのが僕はすごい撮ってて気持ちいいので、1位に選ばせてもらいました。値段はね高いです。安かない、まあ、50万近くしちゃうんですけども、まあ、それでもやっぱ僕のね作品ではこういうカメラがあると一層より一層テンションが上がって、より一層いい作品が撮れると、まあそう僕はね思ってますので、ぜひ機材とかレンズとか気になるものを買ってみてくれればと思います。ということでカメラ関連アイテム買ってよかったもの最後の一つはこちらの FX3 でした。ケイスケの動画、はい、ということでいかがでしたでしょうか。喋りすぎた、今日早口でしたよね。これは僕すごい思ってることなんですけども、カメラ関連のアイテムなんて正直何でもいいです、カメラなってレンズだって何でもいい、自分でね、極めてやれば何のレンズでも何のカメラでもいいとは思うんですけども、僕はそれは何でもいいからこだわらないっていうわけではなくて、こだわって自分がいいものを持って、それであれば別に何のカメラでもいいよっていう話だと思うんですね。わかります？こだわることは悪くないっていう話で、まあ、大体カメラの話をすると、いやカメラ機材なんてどうでもいいから実力を磨けよとか、それの気持ちもわかるんですけども、そうじゃなくてやっぱカメラを、自分の好きなカメラ、自分の好きな機材、自分の好きなレンズっていうのを持つことによって、より一層自分のねモチベーションが上がって、より一層いい作品が撮れると、絶対そういうモチベーションにつながってくるはずです。なのでですね、カメラ関連の機材っていうのは自分が欲しいとか自分がテンション上がると思ったら、ぜひね
買ってみてください。本当にそれだけで作品が変わることも全然あるので、もちろんカメラ1個変わる、レンズ1個変わる、それだけじゃ作品変わらないよって言われるかもしれないんですけども、やっぱ自分が欲しいと思ったものとかね、そういうものには積極的にお金を使って、自分の本当に納得できるものと自分のこだわって集めたそういう機材たちで、いろんな素敵な作品撮っていってほしいなと僕は思っております。まあ、来年も引き続き僕はね、いろんなカメラレンズ買うと思いますし、またいいなと思ったものは動画で紹介したいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれたら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。また来年もすぐ動画上げると思うんですけども、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Take over.